マリード・メディシスの肖像をピーテル・パウル・ルーベンスが、プラド美術館所蔵。マリード・メディシスは、フランス国王アンリ4世の2番目の王妃で、ルイ13世の母である。イタリア・フィレンツェの名門メディチ家に生まれる。イタリア5名は、マリア・デ・メディチ。父は、トスカーナ大公フランチェスコ1世。バロア朝最後の3人の王の母であるカトリーヌド・メディシスとは、桃園の同族である。 1600年、27歳の時に、前妻、マルグリット・ド・バロアと離婚したばかりのアンリ四世に、見染められ、フランス王室に嫁いだ。が、これは、国の財政が逼迫していたためにアンリ四世が15万ポンドもの、持参金を目当てにした政略的婚姻であった。アンリ四世の女好きは有名で、生涯で50人もの愛人がいたとも言われる。夫が、留守がちなことに加え、 結婚当初フランス語が喋れなかった、マリーの王宮での暮らしは孤独感が付きまとっていたと言う。それを紛らわすためか、マリーの浪費癖は尋常ではなく、毎日のように宝石を購入したりした、挙句、せっかくの持参金も、ほとんど底をついてしまうほどであった。1601年、待望の四継ぎである、ルイ十三世を出産したことにより、王宮での立場は一気に向上する。 そして、他にご死を設ける。アンリ四世も法等を自重し、自分が不在の場合に国政の全権をマリーに与える布告を出した。夫の愛も取り戻し、王宮で穏やかな生活を送ることができるかに思われたが、1610年に、共心的カトリック教徒により、アンリ四世は暗殺された。マリーは王位を継いだ息子類十三世の殺傷として、 フランス王政を担う重責を背負うこととなった。しかしその後、アンリ4世時代の最小を罷免して、イタリア出身のアンクルス水ことコンチーのコンチーになる人物を補佐官として徴用した。アンリ4世時代には、国内のカトリックとプロテスタントの融和が図られていたが、マリーはカトリックをあからさまに擁護し、子供たちをフランスにとっては性的であるはずの、 ハプスブルク家と結婚させるなど、フランス国民を思いやった名君として知られた、アンリ4世の政治方針をことごとく破棄した。このことが、次第に政治に目覚めてきた息子レイ十三世や、有力貴族たちの不満を募らせていった。彼らはマリーに三部会開催を迫るなどして、政治の改革を要求した。マリード・メディシスの生涯より、マリーのマルセイユ到着。 ピーテル・パウル・ルーベンスが、ルーブル美術館所蔵次第に不利な立場に追いやられつつ、あった、マリーであったが、有能なリシュリュー数奇教が、政治の舞台に登場する。マリーは、自分の支援者として登用しようとしたが、息子ルイ13世は先手を打った。1617年、ルイ13世は、コンチーニの暗殺及び母、マリーのブロワ城遊兵を命じ、リシュリューを、自分の補佐官として、 味方に引き入れた。マリーは1619年にブロア城を脱出し、ジナンオルレアンコーガストンと共に反乱軍を決起、したが、ほどなく国王軍に鎮圧された。リシュリュー教の取りなしでマリーはルイ13世と和解し、1621年まで王立議会の一員として政治に携わった。リシュリューがルイ十三世の最小となって政治の実権を握ると、マリーは リシュリューの失脚を格索し始めるが、この時もリシュリューの方が一枚上手であった。1631年にマリーはフランスを追放され、ブリュッセルに亡命する。1642年、ケルンで没死した。ルーブル美術館にはマリー・ド・メディシスの生涯と題された、ルーベンスによる24枚の連作大画が展示されている。ルイ13世に反乱し和解した後、 リュクサンブルール宮殿改築の際に、マリー自身がルーベンスに注文した作品で、彼女の生誕から、婚姻、王室での日々などが、神話の神になぞらえた姿で描かれている。ありがとうございます。